イメラジオ第四千三百三十七回今日は令和四年十二月一日木曜日です時刻は午後八時半横浜港北木曜の夜となりました空はお昼からずっと曇っていますが港北の街明かりはキラキラしていますね。 どうっても綺麗です港の方ランドマークタワーも光っていますね今日もリスナーの皆さんも今日の夜いかがお過ごしでしょうかオンライン授業の合間を使っての「夢ラジオ」4337回目今回は「 ウクライナのインフラを攻撃するロシアこんなタイトルでお話しましょうウクライナのインフラを攻撃するロシアロシアがウクライナの電気、ガス、水道こういったものを攻撃し始めていますね もともと夏ぐらいからやってはいたんですけど先月11月ぐらいから本格的にやり始めました冬が本格的に来ていますその冬が来たそして電気がないガスがない水がないことをウクライナ市民に実感させる。 そういうい作戦と思われます。ロシアは西側のメディア日本の,もの日本のものも含めて西側のメディアを見ていると今にも負けそうなそんな報道これがずっと2月ぐらいから3月そして今まで続いていますが。 まあ、ウクライナに勝てるはずがないとウクライナがロシアに、ね、勝てるわけないとでしかもいくら西側からの武器供与があったとしてもそれは戦いを長引かせるには役立ってもウクライナが戦争目的達成することはできないこの場合のウクライナの戦争目的っていうのは領土保全 ですね。達成できない。もう東部4州は占領されたままです。今もどんどんロシア化が進んでいくことでしょう。もう止められないですね。ロシアが劣勢だと戦いでウクライナがもうどんどんロシアの領地を奪ってるとか言ってたあの専門家みたいな人今頃なんて言うんでしょうね。 もうロシアはもういいか悪いかは別ですよ戦争の話なんですからいいか悪いかは別ですがもう東部4州のロシア化進めていますそしてこの軍事作戦もあと2ヶ月ぐらいで1年になろうとしますねあと3ヶ月か あととヶ月ぐらいいで1年になろうとしていますロシアはこれからもどんどん続けるぞともうはっきり国境線新しいものが定まるまでそして条約が締結されるまで,で西側が束になってかかってきても平気だぞとそして今はこのウクライナへのインフラ攻撃ですけど これを見てそれこそ本当に震え上がっているのは欧州人ですよ。困る。ロシアからの天然ガスそういうものが来ないと冬を越せない。ウクライナ見ろとああなってるぞと内側なっちゃまずいと。ですから NATO は今ウクライナのこの インフラが止まった状況停電断水そしてガスも来ないという状況を見てもうウクライナに水面下でロシアとの停戦呼びかけていると思われます。年内は無理かもしれないけど年明けたらもうロシアに有利な形でつまり今の東部4州はロシアのものになるということで今回の ウクライナ危機いまだに戦争とは呼んでないんですね公式的にはそれが幕引きされるんじゃないかと私は見ておりますリスナーの皆さんどうでしょうかこのイメラジオで何度も話しておりますが自給自足ができないエネルギーと食料でこの点において欧州は脆弱なのだなおかつ欧州の何倍何十倍もの もっとか何百倍の核ミサイルをロシアは持ってるいざ撃ち込むぞって言われたら震え上がるすぐに手を挙げるこれが欧州人ですウクライナなんて欧州の端っこの端っこみたいなそんなとこのためになんで自分たちがそのくせ武器供与は続けていてこれが このウクライナ危機をずっっとと長引かせてていいる原因ともなっています実際ロシアの国連大使は今回のこのウクライナへのインフラ攻撃に関して西側の武器供与に対して対抗措置であるそれは言うでしょうソ連の外交官なら。食料そしてエネルギーそして軍事。 これが国の底力です。これを持っている国は強い日本はどれもない平和憲法があるから軍事力なんかありそうでない今もやられないとやり返せないもう先制攻撃ダメなんですよどんなに危ない状況に自分たちがなってもねやられないとやり返せないつい今日も 自民党党と公明党がそれを確認ししていましたね。自衛隊はやられるまではやっちゃダメですと特に公明党これ言ってますよまあ公明党にとって自衛隊はその程度のものなんですね最初の一発は向こうから撃ってもらうじゃないとこちらがどれほど危険であってもやらないと当然日本に核なんかない食料は自給率ガタガタですよ エネルギーはなんかエネルギーあるんですかこの国に。とですねもう国力としては脆弱そのものそれこそ善意によよっってて成り立ってんですよこの世界の人々の善意に日本国憲法じゃないけど日本って「お前のところに食料売らねえぞ」と「エネルギー売らねえぞ」って言われたら途端に困るような国なんですよ。で実際にエネルギー売らねえぞって言われて で、戦争したのがあの対米戦争です。1941年。アメリカここも食料もエネルギーも大丈夫。エネルギーはずっとあの中東に依存する。そういう状況でしたが、シェール革命によってアメリカもエネルギーを自給自足できるようになった。食料はもうずっと前から自給自足してる。 ロシアに劣らないほどの核ミサイルを持ってるこれで OK と中国は核ミサイルだけはまあ3番目ぐらいですか世界で持ってはいても食料なんか自給できないもう中国は食料を自給できずもう輸入しているアメリカとか特にアメリカが多いですよね中国は大豆やトウモロコシをどんどん輸入している。 エネルギーももう全然ダメだあのアフリカとかあるいはもちろん中東そういうところからいろんな資源そして中東からは石油それをがぶ飲みしている状態とてもじゃないけどロシアの真似なんかできないアメリカの真似なんかできない中国は今自分たちに米ロの真似はできないこうしっかり認識しているでしょう 自分たちも国際社会のある程度の善意がないとやっていけないどうですか中国人中国の指導部自分たちもある程度国際社会の善意がないとやっていけない国なのだ日本ほどではないけれどですからこの前の岸田さんとの日中首脳会談あの習近平のもう もう、ね、いかにも作ったようなあの笑顔、あれは何なんですか。そして天安門事件に、ね、次ぐ規模の今、中国での民主化運動、これも民衆が敏感に感じ取っているんだと私は思いますよ、中国の民衆がああと、中国政府、弱み、国際社会に見せたなと。 あるいは自分の弱みを認識してそれを隠そうとしているなと。で、その弱みとはロシアみたいなことができない。アメリカみたいなことができない。よし、ここはと。中国はあんな大きな国土であれだけの人口が変えてますから、歪みが大きい。本当はウイグルとかチベットとか、 南モンゴルといったようなもう民族も違えば言語も違うような歴史的伝統も違うっていうようなところを国家として編入すべきでないのですが毛沢東の時にそれを無理やりやっているので,でその歪みがあっちこっちに出てる中国人もうすうす知ってるチベット人やウイグル人モンゴル人はもう肌で知ってる今中国が こんな問題を抱えながら台湾に出てくるか。年内に台湾に軍事侵攻あるいは来年早々にも台湾に軍事侵攻中国が。ロシアのあのウクライナの領土分取りを見て俺たちもできるとばかりありえない。中国指導部はそんなに愚かな人たちじゃない。愚かなのはそんなこと言ってる日本の言論人ですよ。 もちろん中国にとって台湾の占領それは死活問題でしょうがあるいは革新的利益っていうんでしょうかけれどそれは今じゃないこの年末でもなければ来年早々でもないもっと後ですよやるとしてもねそしてやるとしてももっと慎重にやるつまりロシアみたいなことはできない。 どどっと人民解放軍が行ってあの台湾を占領するで台湾海峡でバチバチあの軍事紛争が起きるありえない中国はそういうことはできないそんなことしたら経済制裁やられてロシアと違って中国はあっという間に干上がってしまうそんな話はこの夢ラジオで何度もやってますねでこれが何で分かんないんですかね何であの年内に軍事侵攻するだろうあの来年早々にも軍事侵攻するだろうって ですから、ロシアとウクライナの間の,その戦いもそうだし中国と台湾の戦いもそうですがもう日本のメディアそしてそこに出てくる自称専門家これがいかにおかしいかそれはもう今までの経緯見てればそして夢ラジオをずっとあの聞いてくださっていればわかると思います。 別にそんな専門家じゃなくてもちょっと考えたら分かりそうなものなのにつまりメディアに騙されちゃうわけですねリテラシーがないとまあリスナーの皆さんにとってそんなリテラシーの一つのまあ武器になってくれないかなそう思って放送している夢ラジオです今回はウクライナのインフラを攻撃しているロシア ありがとうございました。